こんにちは、本田義監督の井端です。新型コロナウイルス拡大により、皆様方におかれましても大変ご苦労が多かったと感じます。桑原理事長をはじめ、JFL 関係者、運営の方々の尽力により2020年シーズンスタートできることを感謝します。チームとしましてもサッカーのできることに感謝し、5連覇目指して頑張りたいと思います。皆様方とグラウンドで会えることを楽しみにしています。みんなで日本フットボールリーグを盛り上げましょう。ソニー仙台 FC 監督の中村源です。今季の目標は、優勝と、異議の警告なしです。6月1日から、全体のチーム活動が再開して、ソニー仙台の7月19日の開幕戦に向かって、みんな、1ヶ月半という短い間の準備期間ではありますけど、みんな練習に取り組んで、いい状態で開幕を迎えられると思いますので、ぜひ勝ちたいと思います。活動休止期間もある中で、チームが再開して、やっぱりサッカーをしたいという気持ちもあった中で、みんな、まずはサッカーを楽しむということと、開幕戦、公式戦に向けての、準備をみんなしている中で、サッカーにしっかり取り組んでくれています。みんなに勇気を与えれるプレーで心を動かせれるようなプレーをできるように頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。東京武蔵野シティ監督の池上です。7月からリーグ戦が開催できるということで、まずは、JFL 事務局の関係者、スタッフの方々の努力に感謝したいと思います。我々は2月の下旬から6月の初旬までですね、約3ヶ月以上サッカーから離れた生活を、送ってきました。その中で、改めて、サッカーをできる喜びであったりとか感謝の気持ちだったりとかっていうところが、再認識できたというところはプラスに考えたいと思います。一方で、世の中ではまだまだ、苦労されている方がたくさんいるということは、忘れずに今年はプレーしていかなければいけないなというふうに思っています。目標のところにつきましては、昨年度の順位を踏まえると、優勝かなというふうに思っています。これまでですね、目標を明確に優勝と掲げられるような順位にいたことがあまりなかったので、ようやくですね、目標を明確に優勝と掲げられるような力がついてきたのかなというふうに思っています。サッカーの方では、テクニカルな部分というよりかはどちらかというと自分たちの持ち味である、我慢強さであったり粘り強さであったり、諦めの悪さ、そういったところが、勝負のポイントになるかなというふうに思っています。最後になりますが、JFL のリーグ戦が無事に、終了できるように、JFL のチーム同士が協力し合ってやっていければいいかなというふうに思っています。よろしくお願いします。テキワジャロ宮崎監督の倉石です。まずこのような社会情勢の中で、リーグ戦が開催されることを大変ありがたく思いますし、大会関係者の皆様におかれましては様々な困難があり開催を実現してくださったことに感謝いたします。チームを代表してお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。現在のチーム状態は6月3日より全体練習が再開され、やろうとしているサッカーの構築とそのサッカーを選手全員に共通認識として浸透させることに取り組んでいるところです。開幕戦は同じ100年構想クラブであります宮城美恵さんと戦います。名将であられます上野監督をはじめ経験豊富な選手を揃えており、一筋縄ではいかないと思いますが、アウェーの地で何とか勝ち点3を取れるように戦いたいと考えております。今季は15試合を全力で戦い抜き優勝したいと思っておりますので、サポーターの皆さん、私たちと一緒に戦い宮崎を熱く盛り上げていきましょう。ホンダロックサッカー部監督の宮地です。ご存知かと思いますが、ホンダロックは企業チームで他の従業員同様に選手、スタッフ全員が
8時から17時までいろんな職場で業務をこなしながら活動をしています。企業選手という気持ちを忘れずに最後まで走り続け、チーム一丸となって昨年以上の順位を目指して戦っていき、ただ勝ちにこだわるのではなく、サッカーって面白いな、ホンダロックっていいなと思っていただけるような試合ができるように努力していきます。今回新型コロナウイルスの影響により主要な大会が延期中止といった中で、日本フットボールリーグが開幕できることに大変嬉しく思っています。サッカーを通じて元気や勇気を与えれるよう、またサッカーができることに感謝しながら戦います。よろしくお願いします。ベルスパ大分、須藤です。新型コロナウイルスの影響で開幕の延期、活動の自粛等でチーム作りに大変難しい時間を過ごしましたが、7月19日に開幕を迎えられること大変嬉しく思っています。スタッフの助言やアイデアにより、活動自粛期間中もウェブを使った活動を行うことができました。それは今までとは違ったコミュニケーションの形ですが、チーム全体としてつながり一体感を保ったことは、今思えばそれはチームにとって大きな力になっているのではないかと感じています。今年はいつもよりも試合数が少なく、半分の試合数ですけども、昨年よりも上位を目指して皆さんの前で熱い戦いをしていきたいと思っています。最後になりますが、サポーターの皆さん、何の心配もなく競技場で会えるにはもう少し時間が必要ですが、笑顔で皆さんと競技場で会える日を楽しみにしています。今年もベルスパ大分に熱い声援よろしくお願いいたします。 FC 大阪監督の塚原です。コロナの自粛期間で長い間練習ができませんでしたが、ここ最近はチームの調子はかなりいいです。目標は優勝して J3 に参入することです。よろしくお願いします。三尾琵琶湖滋賀監督の大月です。まずはじめに、開幕にあたり、医療従事者の方々はじめいろんな人に支えてもらい、こうやって開幕を迎えれることに非常に感謝しています。ありがとうございます。今年の民謡の目標はやるからにはやっぱり優勝です。チームとして非常に攻撃的なサッカーに取り組んでいます。そして、毎試合サポーターの方々はじめいろんな方々に民謡のサッカーをもう一回見たいと思ってもらえるような魅力ある試合をしたいと思っていますので、どうかよろしくお願いします。ビアティン三重監督の上野です。まずは感染しないようにチームで気をつけていきます。医療に従事してくださる方々への感謝を忘れず、そして大変な思いをしておられる方もたくさんいらっしゃいますので、我々はサッカーをできることに対して喜びを感じ、そして誠実に最後までひたむきに諦めない姿をお見せしたいと思います。無観客試合になるかもしれませんが、その時でも皆さんと心を一つにして最後まで戦い抜きたいと思います。今年は試合数は半分になりますが、大いに JFL を盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 FC マレーソ岡崎監督、北村です。今自粛も明け、チームの状態としては雰囲気よくやれていると思います。まあ、以前と比べるとコミュニケーションもよく取れるようになってきたと思っています。で、今年のチームの目標としては、まあ、少しでも上の順位をサポーターの方たちと一緒に臨めたらいいかなと思っています。今シーズンもよろしくお願いします。こんにちは、静岡ポイントデータ監督です。Bueno, me gustaría mandar un saludo muy fuerte a todos los compañeros entrenadores. Desearles para esta temporada tan diferente, pues mucha suerte. Espero que nos vaya muy bien a todos, y sobre todo que nos respeten las lesiones, que al final es un poquito lo más difícil del fútbol. Y bueno, mandaos un abrazo fuerte. Espero que la familia esté bien y esté sana. Y deseando que llegue el día 19 para empezar la liga.
雷鳴青森監督の望月です。長い自粛期間の中、多くの方々の協力のもと、選手たちも自覚を持って、自分のコンディション維持に、全力を尽くしてくれたおかげで、ここまで、コンディションは、上々に仕上がっています。開幕戦の相手はチャンピオンの本田さんですが、今自分たちができる全てのチャレンジをして戦いたいと思います。今シーズンの目標ですが、J3 に昇格するため、必ず4位以内に入る、それを全員で、必ず達成したいと思います。またこの場をお借りしてですね、コロナ禍の中もたくさんのスポンサーの方々、それからサポーターの方々、そしてですね、今現在もたくさんの医療従事者の方々が、コロナ撲滅のため力を注いでくれていますが、本当に自分たちが今活動できるのもその人たちのおかげだと感謝しております。シーズンの最後にですね、たくさんの協力してくれた方々と笑顔で喜べるように、全力で今シーズン、リーグに臨みたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、奈良クラブ監督の林真由紀です。サッカーはまあ難しいですし、僕もよくわからないことばっかりなんですけれども、今年はね、特に難しい状況になり、リーグ戦も30試合から15試合に減り、まあ今まで経験したことのないような中での戦いになりますけれども、まあサッカーはなくても生きていけて、そこはなんだろう、病院とか学校とは違くて、それを今回今年もう身にしみで実感したわけですけれども、そのなくても生きていけるものに人生をかけてきた僕らだから見せれるものもあると思うので、一つ一つなんとかね、サッカーっていいなって少しでも多くの皆さんに思ってもいただけるように、頑張っていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。松江シティフットボールクラブ監督の三信則明です。まずはじめにコロナで大変な中治療に当たってくださった医療従事者の皆様に感謝を申し上げます。リーグはもうすぐ、スタートするのですが、まあ、本当に僕たちはサッカーをする喜びだったり、幸せをしっかりとかみしめて、ピッチで表現することで、皆さんに元気を与えるような試合をしていきたいと思います。チームとしては、チーム目標を達成できるよう一試合一試合、必死に戦い、一つでも順位が上に行けるようにやっていきたいと思います。まずリーグが始まってリモートマッチ無観客で始まるのですが、皆様に、皆さんがスタジアムに来ていただけるようになった時には、僕たちがしっかりとプレーすることで元気を与えれるようなプレーをできるよう、常に、努力してやっていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。いわき FC の田村雄三です。まず JFL を開催するにあたって全ての関係者の皆様に感謝申し上げます。本当にありがとうございます。そして今もなお新型コロナウイルスと戦っている医療従事者の皆様に本当に感謝申し上げます。まあ、期間が空いてしまったんですけれども、その期間をプラスに捉えて、選手とコミュニケーションを取ったりとか、戦術の確認をすることができましたので、まだまだ制限がある中ではありますけれども、自分たちでしっかりグラウンドの上で、皆様に勇気や希望を与えるようなプレーをしたいと思います。まあ、日頃の毎日の練習、まあ、プロセスを大事にして、試合は結果でしかないので、チャレンジャー精神でいわき FC らしいサッカーを展開したいと思います。初戦が無観客試合ということなんですけれども、常にサポーターやファン、スポンサーの皆様と一緒に戦っている気持ちで、日頃の感謝の気持ちをしっかりピッチの上で体現できるよう一生懸命頑張りたいと思います。皆さんこんにちは。今シーズンより JFL に昇格した高知ユナイテッド監督の西村です。今シーズンの JFL はコロナウイルスの影響によって前期が中止となり後期のみとなりました。ただここでサッカーが本当にできる喜び、そしてたくさんの方の努力によってサッカーができる感謝、このことを忘れないでシーズンに臨みたいと思います。
チームの目標は1点でも多く、1試合でも多く勝ちたいと思っています。そのためにはサポーターの方々と一緒に、今後どんなことがあっても一緒に地域の人と乗り越えて前向きにチャレンジしていきたいと思っています。どうぞ応援よろしくお願いします。